さん、おはようございます。デアのミラクルボーイ、キングタクです。新たにデアのミラ、デアのミラクルボーイ、日本代表背番号11、キングタクチャンネル、改名初日を迎えました。改名後、初時計です。はい。今日はポンポ館に行く予定だけども、今日請求日でしたので、最上地方、新庄市、津沢村を巡りたいと思いマーティン。今日もよろしくお願いし、マーティンです。はい。それでは、レッツラゴー。はい。今観光地戸沢村、最上川も見えます。まさに絶景かな、絶景かな。はい、ここが地図でございます。はい、ここがお城、最上川の戸沢村。はい、これが船下り式おぎおぎ。それではこの門をくぐっていきたいと思います。はい、ここは、はい、蕎麦屋さんいろいろありまして、まさに満載ですね。はい、ここをまっすぐ進むと車禁止ですが、おお、金谷ですか。ここは越後市金谷。こちらお船ですね。いいですね。はい、じゃあここで歩きながら一句、サミダレを集めてはよし、ムグミグミグーシ。ここはもうすごい。ここはやってないですけど、こっちから最上川の景色でも見ましょう。ここは桃上の戸沢村でございます。はい、ここ川の景色を見ながら一区を行きたいと思います。お、最上川、いつも通り綺麗。もう災害の、はい、災害から復旧して、復活して、嬉しいちゃん。まさに絶景かな、絶景かな。はい。ここで一句、綺麗だね、この川よりもこの私。この川よりもこの私、綺麗ですね。今の一句、どうですか？パーフェクトですか？受けますか？それはさておき、ここからの最上川も綺麗ですね。ここで一句、この川も私の心も元気だね。受け入れたでしょうか。さあ、そんなことよりまず道の駅到着。戸沢の道の駅高麗館にやってまいりました。ここは半韓国の飯、おいしそうちゃんです。チヂミキンプヌリ、美味しそうだけどね。お持ち帰りできるんです。後で呼びます。桃上の里、物産館やいろいろ駐車場もございまして、すごいですね。はい、それじゃあ歩きながら行こう。歩く歩く、私は陽気です。歩くの先に陽気です。建物いいね、韓国風の建物。鳥居もあってね。もうすぐゴールです。トゥース、トゥース。ピックに滑る俳句に中。9時からです、もちろん。ここはチヂミもやってます。ぜひおつまみにいいですね、韓国。階段から登ると絶景が見えるんです。走りましょう。チヂミ食べたいけど今日レストランお休みですね、意外と。では飲み物だけ買おう。お酒、もうすぐ展望台に着きます。もう抜ければ女将軍。はい、到着。到着。もっと階段登ろう。
こっちから景色見よう。お、町が見える。川も綺麗。ここで一句。見えるけど最上川だけ見えへんよ。受けたでしょうか。それじゃあ次行きます。町を散策したいと思います。お、映れ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 。はいはい、中川の景色です。今新庄駅にやってきました。はい、これから行きたいと思います。マップでござる。はい、スケケロ君のいるキャラです。はい、さらには、新庄のあの、はい、新庄祭り有名ですね。いいですね、新庄祭り。はい、これですね。はい、このお土産どころも有名ですし、チレレンコやピザ、さらには飲食店もござる。ここの観光もいいですね。ここは真珠というわけで、キングタクのタク散歩と言ってましょう。ここは新庄市の街でございます。カムテン付近、ここですね。はい、カムテン付近とここですね。はい、ぜひ行きたいところです。はい、ここを歩くともう新庄の街並み。お、タコのマークはなんだ。あ、分かれ道もありますしね。タコ部屋さんね。ここは11時から。土日のみ、ただ。ここを曲がると、8、9、10、4、八文字屋に行こう。の町丸い八文字屋です。八文字屋よく行きますね、私。はい、子供の頃から通ってます。はい、今駅前通り商店街に向かって今散歩してます。はい、ダイニングレストランも、はい、もうすぐ到着する。もうすぐ着きます。クジラ餅とあのアジサイのお菓子有名です。もう少しです。はい、これです。新庄のアジサイ。今日は残念、やってないです。残念でした。開いてませんね今日は。はい、すいません。の通りをちょっと通っています。はい、ちょっと記念屋のお菓子に変更します、急遽。はい、新庄の名門の服、呉服はまあ大黒湯ですね。ググ湯、大黒柱です。はい、新庄の大黒柱といえば大黒湯。はい、もうすぐ記念屋到着です。ちょっとスイーツ堪能はしていきたいと思います。アミューズメント、ここもいいですね。ではあの走りから新記念屋に到着します。水曜日定休日、ただここも、はい、早速入りたいと思います。いろいろスイーツあって並びましたね。がおすすめですけども、まあ私買ったものはサフレなのでぜひ食べてみてください。それじゃあ次。イエス、マーティンです。そうです。ここはもう今日は沖縄フェアやってます。沖縄フェア、はい、シーサー。ここは美ら海水族館をイメージ。お、ジュンブーガムマンタン。おお、首里城行った覚えありますね。新庄の猫行列あるけどいいですね。
禁止なところあるので、そこはご了承ください。まさにすごいところです。購入いろいろですね。はい。パンフレットゲットし大量です。はい。アヌーブだ。はい。持って入りたいと思います。とっても美味しいですよ。ささみフライいただきます。うん、柔らか、うん、うまい、柔らかくておいしいちゃん、もう柔らかい。おいしいちゃん、はい、そうそう、この平和堂さんは、まあ、タピオカおすすめですね。飲みます。あ、もちもち、うん、あまもち、うん、あまもち、うん、じゃあこれ飲んだら次お昼食べる。上司の平僕にやってきました。いやー、こういうわけで早速とんかつを食べたいと思います。 W カツいただきたいと思います。まず最初は山形といえば芋に入れるかな。うん、ね、内陸の芋にね、うまい、おそこまで。おいしいちゃん、はい。というわけで、食べ終わって味に行きます。ありがとうございます。カフェもございます。三着だけなく、はい。青虫で、はい。ちょっとお野菜カフェ三直両方行ってみたいと思います。少し散歩します。うん、感染対策の上で七分です。野菜カフェ、あ、オウムシ。そしてここはまだ改修工事中です。こちらは、はい、早速入ります。オウムシです。覚えてください。このドリンク飲みます。あー、すっきりする、うん、さっぱりすっきりした。あー、涼しい。重いマーティン、それじゃあ行ってきマーティンが最上の野菜でございます。写真撮ります。というわけで取材まだ後半戦というか終盤戦を迎えようとします。次行きたいと思います。マーティン でかいエコバッグ持って買い物しまーティンです。エコバッグ持ってけど、はい、
まあ秋田だけなく新庄にも意外とあるんです。はい、それでは入ります。ということでこれで終了です。あとはまあ白糸滝ドライブに寄ってから今日のこの動画は終わりにしたいと思います。それでは寄っていきます。三田で集めた林最上川はまさにその時。ここで一句、白糸の、いやごめんの、ここで一句、この川は、この滝は、華厳の滝、滝も、白糸も、はぁ、滑りましたね、すいません。滑っちゃいました。このドライブインによって、これから、今日の撮影、これで撮影は終わりたいと思います。新型コロナウイルス、収束に向けて、まあ、客足は戻りつつありますが、懸念したいところと言いたいところですね。はい。お、白糸の滝見えますね、滝。ここ、ここ。滝見えます、はい。まさに、ビューティフルゲームゲーテ、戸沢のマップ。本部館今日はやってないですね、残念です。それではじゃあ動画ここはもうコンビニと併設してる店ですね。はい、なかなかいいのあるね。今日は残念ながら定休日ですけども、お店はそう、ルービーズルービーやってます。ワンマンラーメンやってます。あゆ焼きはもちろんいろいろ、はい、もうにぎわいも、もうスルービー、スルービー、スルービー、スルービー。ここはコンビニ。いや、もう、ルービー入るよ。それでは入ります。スルービー、スルービー、スルービー、スルービー。消毒ちゃんとするわ。まあ、滝の景色見ましょう。もっと近くから。お、滝だ滝だ、白糸の滝。ビューティフォー、ここからの景色を見ます。ということでこの滝で終了します。それでは今日の動画ありがとうございました。新チャンネルでも今後もよろしくお願いします。ジャーナミヤクーボーイ、日本代表背番号11キングタクチャンネルも今後もよろしくお願いします。どうか成功しますように。それじゃあさよなら、バイバイ。